ドラゴン族によるイシュガルドへの再攻撃、これが実行に移されればたとえ撃退できようとも大きな被害が出ることは間違いない。でもどうするですか？ドラゴン族相手じゃ会話にすらならないです。いや、対話した者がいるはずだ。まさか氷の巫女ですか？君がクルザス西部高地で氷の巫女と出会った時、彼女は自分の罪を悔いていたと言ったね。ならば可能性はある。ドラゴン族と接点のある彼女を通じてニーズヘッグに攻撃を思いとどまらせるんだ。その旅路、俺も同行させてもらおう。あなたはエスティニアン殿？エンサにたけり狂うニーズヘッグ相手に交渉が通じるとは思わんが、幾ばくかの時間は稼げるかもしれん。それに俺が持つ竜の目の力と光の戦士がいれば、奴を仕留めこの戦を終結させること。高名な青の竜騎士が同行してくれるというならこれほど心強いことはないが、あくまで戦闘は最終手段、まずは交渉が優先だ。好きにするがいいさ。氷の巫女にしたってすぐに野郎だなんて思っちゃいない。ただしアイメリクに詳しいことは伝えるのよ。異端疑惑に奴を巻き込むわけにはいかんからな。了解した、エスティニアン殿。それでは同行の件、こちらからもお願いさせていただくよ。よろしく頼む。ああ、よろしくな。
第3課の防備を固めろ。対流バリスタの整備を怠るなよ。はっ、了解であります。なあ、君たちか。知っての通り、ドラゴン族がコート再攻撃に備え集結しているとの情報があってね。お忙しいところ申し訳ありません。話というのも九段の再攻撃に関することなのです。ドラゴン族の侵攻を止める手立てがあるやもしれません。現時点で詳しいことを申し上げられないのですが、我々が対策を講じている間、先制攻撃を控えるよう教皇庁に働きかけてはいただけないでしょうか。侵攻の阻止が本当に可能であるのならぜひにと思うが、その手法を話してはもらえないのかね。俺も同行するつもりだ。彼らの手法が成功するかどうかはともかく、敵戦力の切り崩しとニーズヘッグの足止めはできそうだね。教皇庁の主戦論者たちにしてもどうせ賞賛はないのだろう。聖戦だなんだと威勢だけはいいものの、具体性に欠けるというのが連中じゃないか。確かに私自身としても先制攻撃には反対だ。今はとにかく少しでもコートの防備を固めるべきだとね。青の竜騎士と光の戦士殿が邪竜ニーズヘッグの足止めに出陣するというのなら説得材料にはなるか。よかろう。君たちが私のことを案じてくれているのはそれとなく分かっているつもりだ。教皇庁との交渉は引き受けるが、くれぐれも無茶はするなよ。騒がしいな。はっ、ドラゴン族の再攻撃が近いとアドネール先生代から警鐘が発せられたもので。竜どもが再び動くか。だが聖剣の力を手にした今、いかに70といえど固めのニーズヘッグを解き恐れるほどのものではない。こそこそと動きおるアシェンどもにしても我らを利用しておるつもりだろうが、さてどちらが上手かの。しかし陛下、
あの黒宝衛たちは未知の力を持っています。このまま隠し通せるものでしょうか。ケイも用心深い男よな。それが心強くもあるが、人を導くものなればこそ揺るぎなき大胆さも必要ぞ。我らは千年の禍根を断とうとしておるのだ。真の変革のためこの身を犠牲にする覚悟もできておる。では青の竜騎士と光の戦士が何やら動いているようですが、彼らは。放っておけ。人にはそれぞれ己が役割というものがある。そう、力を得たケイラにもな。すべてはトールダンの名のもとに。